滝口武志滝口武士は、大分県出身の日本の詩人。大分県東国崎群武蔵町の出身。大分市範学校を卒業。中国の大連市にわたり、安在冬恵らが、大連市で創刊した、獅子兄、兄3号から参加、3号から23号までは、実質的に滝口と安在の二人で編集を行っていた。大連では小学校の教師をしており、 生徒には、後の詩人、清を拓く域がいた。他に、詩と、詩論、詩聖、日本詩人などに作品を投稿していた。特に、兄発表した作品は二行詩が多く、単純で簡素な表現形式をとっていた。1933年に、兄発表した作品を中心に収めた、詩集、縁を発行。 1939年に帰国し、大分県で教員を務めた。1984年死去、去年77。A.B. 倉田公文、滝口武志論1史論 -1 志士、あの時代別府大学起用23、P17 から27、エリスとしこ、畳まれる風景と滞る眼差し、青を支える、空白の力学について、 畳まれる風景と滞る眼差し、あを支える空白の力学について、立命館言語文化研究2219から130、窓の緑小沢書店、1977年。ありがとうございます。